なんて危ないことを言うやつなんだ。だがあいにく数年分の涙を流したあとゆえ、私に貴様の術は効かん。剣のエーテルギアか。最後の一人は痛めつけて泣かすのも悪くない。俺のエーテルギア、ティアーズラバーでな。水の剣。なかなかいい立ち筋だ。昔友達と約束したんだ、二人で宇宙一の剣士を目指そうってな。そしていつか決着をつけて互いに称え合うはずだったんだ。けど志半ばであいつは病に倒れて死んじまった。まさかそなた、悲しい話で泣かせるつもりか。バレたか。なんと卑劣な。ああ、おい、そこに100万グリー落ちてるぜ。そんなことで嬉し泣きません。もらい泣きません。私はどんだけちょろいやつだと思われてるんだ。ああ、なんかもう嫌になっちまったぜ。しまっ。あくびは伝染するんだ。そして涙を流す涙腺に圧力をかける。へえ、危なかったゆえ。いいや、これで終わりだぜ。これは大江戸玉ねぎ。これを潰した時分泌される硫化アリルは涙を流させる。卑怯だ。たわいもねえ、全員片付いちまったぜ。なるべく生け捕りにしろって話だったから。